どうも、エリラリトです。はい、こんにちは、福田です。よろしくお願いします。さあ、福田さん、今回のテーマは何でしょう？今回ですね、こちら。はい、サムライトの好きなキャラクターランキングということになっております。うん、はい、まあね、そんなの多くはないですけどね。はい、ただ、みんな魅力的ですからね。はい、はい、じゃあ僕の第3位はこちら。龍。龍ですね、はい、まあ何も覚えられない、うんうん、ただ強いっていうね、まあ、寡黙なね、そう、うんうん、だ龍の過去もね全然わかんないんでね、なんでああなっちゃったかっていうのはね、まあ、わかんないですね。しかも、うん、あの最終的にはこう龍も7人の1人だったっていう、そうね、鍵の1人だったっていうね、うん、絶対あるじゃないそれは、うん、なぜ記憶喪失になったのかというのはその前の生まれと、まあね、龍、ね、はあれもないしね、うん、キーホルダーもいないしね、そうなんですよね、うん、だからそうなんですよ、それでただね、うん、やり合えるっていうのは本当すごいですよね、うん、あとその武器も2つあるしね、うん、うん、だそれはどうなのかっていうのも全く分からなかったですけど、そうなんですよね、もうちょい龍の過去も知りたかったですけどね、あったんでしょうね、多分ね、記憶が戻ってみたいなね、うん、いや、あったでしょう、うん、まあね、はい、私はですね、はい、名前みんな知らないと思いますけど、はい、線です。線。はい。まあ、あの特殊特任務なんとか隊の人よね。ああ、かっこいい人ね。木、うん。木。あの人名前何任務だっけ？精鋭特務隊だ。精鋭特務隊の人ね。うん。まあなんか警察みたいな感じですよね。そうですそうですそうです。その星々の犯罪人を捕らえるみたいなね。そうそうそう。うん、いやなんかもっといそうでね、なんかワクワクするキャラですよね、こういうやつはね。うん、でこいついいやつだしね。そうなんですよね、うん。この人たち偉いのに自分で出てっちゃうんですよね。なんか基本的にはね。まあこいつの強さもまあちょっとよく分かんなかったんですけど、ね、まあ強いんだろうなっていう感じは雰囲気はしてね、よかったです。うん、まあ、キャラいいですよね。かっこいい、ね。かっこいい、うん。なんかね、最初ちょっと悪いやつな、悪いというか怖いやつなんじゃないかと思ったけど、うん、普通にただのいい人でしたね。全然普通にいいやつでした。うん、なんかね、うん、なんか怪しい感じで出てきましたけどね。そうなんですよね。はい、見た目が怪しく見えちゃうんですよね、みんななんか。もうちょっと見たかったですね、やっぱ戦たちのね、うん、まあ言ったらね、そのワンピースで言ったら何、国連じゃない、なんていうの、海軍。海軍みたいなね、うん、まあ ね、いっぱいいるでしょうしね、強い人が、はい。はい。じゃ僕の第2位は、だるまですね。僕もだるまですね。まあだるまいいですよね。まあね。その猫のキャラの時もいいし。そう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 。で実際かっこいいから、まあこれこそね、なんか、うん、本当先生の作品出てきそうなキャラね。うん。うん、ね、結局なんかね、まあかっこいいですもんね。チャラチャラしてるけど、うん、強いみたいな。ひょうひょうとしてね。だからかかしぐらいから始まってますよね、この感じのね。うん、それこそ呪術廻戦で言ったら五条悟みたいなね。うん、師匠キャラですよね、うんうん、まあ、だるまの本気もやっぱねあんまり見せてないですからね。あ、でも最終的にはね、まあ、ちょっと全力ちょっとだけ出せるみたいなね、それもちょっとジャンプっぽい感じにはなってましたけど、うん、そうね、あいつがなんで猫になっちゃったかもよくわかんないんですよね、正直言って。すごい詳しくは描かれてないですよね。うん、な、確かにね、うん、師匠みたいな人がやったってことだよね、猫にして目を見えなくさせたっていうのは。なんでなっちゃったのかわかんないよね、ね、なんだろうね、修行の一環なのかね、うん、しかしこれではみたいな、分かんないですよね、うん、うん、まあ謎ですね謎が深まるばかりですけど、ね、うん、はい、では1位お願いします。はい、1位は、あ、こちらですね、アン姫ですね。僕もじゃあアンちゃんですね。アンですか、はい、うん、なんかね、やっぱ岸本さん、うん、まあ、岸本さん書いてないんだけど、うん、こうナルトのね、その彼女もなんか冴えないやつみたいな、まあちょっとウジウジしてるというかね、似てますよね、あの子ね。ナルトの彼女って呼んでるんだ。ナルトの彼女って呼んでますよ。ひなた、ひなたか、ね、うん、なんか雰囲気はひなたみたいな感じですよね、うん、まあちょっとね、自分に自信がなくて、ね、異常だっけ、なんかひなたは白眼持ってるからね、うん、いやだからまあなかなかね、こう、うん、あえてこういう感じするんだよね、可愛い子とかじゃないのね。そうね、分かりやすい可愛い子ではないですけどね、うん、やっぱそばかすもあるしね、はい、うん、非常にそこ好感持ってましたよ、ね、まあ、僕そばかすがある女の子は非常に好きなんですよ昔からね言ってるけどね、なぜか、うん、でも僕そういう人に、うん、僕すごい好きなんですよ。すごい好きっていうか、はい、可愛いなと思ったら大体そばかすがあるんですよ、まあ、本当に、うん、深津絵里さんとか、え、深津絵里さんとか、まあ、深津絵里さんとかもね、なんかその、うん、確かにそばかすに惹かれるんですけど、うん、そういう人に僕会ったことないんですよ。そばかすある人？そばかすが好きだっていう人。あ、その
気にならないとかレベルの人会ったことありますよ、うん、でもそばかすが好きだっていう僕しかいないんですよ、まあ、わざわざね人生で、うん、すごくないですか。いやまあね、でも気にじゃないですか、なんかステータスにはなるってことだよね、そばかすって。いやでもみんな消してるもんね今、まあ、基本的にはね、うん、それもある程度大人になったら消すけど、うん、最後やっぱすっぴんになるまでそばかすがあることが分かんないから、まあ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 、うん、それはね、だからそばかすを重視するってことはないんじゃないやっぱり、あえて、うん、だから俺も重視してるわけじゃないよ、可愛いなと思ったらそばかすがあったそこに。いや山みたいな山じゃないんですよ、そば山みたいな、そこにそばかすがあった。でもあったことないんですよね、キャンディーキャンディー。いやだ、あんなすごいそばかすの子は会ったことないよ、あんまりさ、現代であんま見たことなくね、あそこまでは。まあ外国の人が多いイメージあるけど、俺はなんとなく皮膚が白い人の方が、白人の方が出やすいってことかな。まあそうなんじゃない、やっぱり、うん、だからいたかな、まあだから意識してみてないからね、子供の頃とかも、うん、いたのかな、同級生でそばかすある子。僕はそばかすある子好きでしたけどね、うん、いっぱいいたと思うよ。まあね、うん、忘れちゃったね、そばかす。でも今でも多分いるんだもんね。いや、めちゃくちゃいると思う。近くにはいるよ、ね、多かれ少なくあれはあるけど、やっぱメイクで消してるんで、うん、男性も。あ、男はあんまりないね、確かに。いや、男もあるんじゃない、うん、まあ、男はもうなんかシミって感じになっちゃうんじゃない、うん、だから男はそんな真っ白なやつがね、なくなるのかな、子供の頃はいたような気するけどな、ご飯みたいなこと。あ、もうなくなるのかもね、もしかしたら。ほくろとはまた違うのかね、そばかす。まあ確かに、なんかどん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 なくなっていくのかもね、うん、だから大人になったら女性も意外といないのかもね、もしかしたら。まあね、なくなっていくもんなのね、うん、まあ、ちょっとわかんないですけど、まあね、こんなにそばかすの話するとは思わなかったですけど、はい、まあね、他にはでもまあこんなもんか、うん、まあでも、サンダとかね、コツガか。サンダはね、もうちょっとなんか侍になりそうでしたけどね、侍の質はあるわけですもんね、うん、まあね、こっからね、うん、ありそうですけどね、うん、また羽賀道さんね、全然いいとこ見せられなかったのが。どうですか、羽賀道って。羽賀道ね、羽賀道、うん、最初に出てきたのが、ね、連れてこようとした人、ちょっとあの弱小感漂うなんかね、だね弱小感漂う感じ、すごい人だっぽいんですけどね、みんなからの人気でね、うん、そうですね、いろんな人の戦いは見たかったですけどね、うん、それがあんまなかったんでね、戦いが意外とそんなないんだよね。そうなんだよね、うんうん、どういう戦い方してるかもよくわかんないし、うん、あの実際あのだるまとかがさ、なんかキーホルダーがくっついてなったのもよくわかんないし、うん、なんでああいう形になっちゃったのが、ね、そうだよね、それで結局切られても死なないっていうのが、うん、なんかねあるから、勝負時代がね、だるまのキーホルダーはあの亀でいいんだよね、でかい亀ってことよね、うんうん、そのでかい亀からなんか出てきてくっついた鳥みたいになっちゃうってことよね。そうだね、そうですね、うんうん、まずよくわかんないですけど、はいはい、まあ、というわけでね、好きなキャラクターランキングでした、はい、さあそれでは今日の一ネタをご覧ください、どうぞ。お前さ、サムライエイトで一番好きなキャラ誰？サムライエイトで、うん、あー、まあやっぱ八丸かな。まあ確かに八丸かっこいいよね、まあ主人公だしね、うん、はい、お前は？俺はね、うん、おー、あった！いや普通に言って、どうも、ありがとうございました。